録よろしくね。はい、どうも小橋です。さあミンゴルやっていきます。第94回のね、フェスとあとラリーが始まってますね。まあ今回もラリー小橋はなるべく可能な限りの、コイン稼ぎですね。うん、と250位以内、まあ匠チケがね、報酬が20枚になるね、250位以内を目指して、頑張っている次第でございます。まあ、あのね、通常版のね、ラリーなのでね、ポイントとしてはね、今ね、ラントナの方が稼ぎやすいのかなっていうところなんでね、まあ、ラントナもいつもよりは多いペースで、やっております。マイナス7を1回だけ取りましたね。まあ、なんとかマイナス7をね、3回揃えたいなっていうふうに思いながら、やっております。皆さんはいかがでしょう。まあ、今回ね、マイナス7取るためにっていうところでね、一ホール目、クラシックショットを使うので、今回またクラシックショットの撮影をこのラントナの限られた時間でうまくできるか不安なんですが、行ってみますね。はい。頑張ります。せーの。さあ、行きましょう。この限られた時間なのでね。通常の盾だと、ここね、サイドスピン使わないと木にガサりますね。サイドスピン使ってもガサっちゃうときありますけどね。やばい、こんなんで時間を取ってられない。よいしょ。で、一旦が、横画面にします。はい。やばい、残り60秒。さあ、横画面にして、横画面にするとなんか木が遠くなるんですね。不思議ですよね。あー、ジャストに失敗した。やっぱクラシックの撮影は厳しいな。まあ、本当はここジャストインしてね。まあ、こういう感じで、ただここでね、ブレも分かりつつっていう風になるんですね。はい、すいません、結果、パターのシーンはね、撮影アプリの起動が間に合わなかったので、キアン・ジャスパーを使って、パターは入れましたっていうところですね。うん。あれね、ブレなし引いたらね、入るんじゃないかなっていうふうに思ってますね。うん。まあ、なかなかね、初夢でブレなし引くのはね、あれなんですけども、縦にね、真下に落ちるんでね。まあ、なので、縦打ちするとブレも測りやすいっていうのはね、あるんですよね。で、いろんなね、ここ、もちろん、こっちの方とか、ね、皆さん、大体の人は置くんですけどね。まあ、一部の方がね、こっちに置いてると思うんですけど、小橋もこっち派ですね。でね、ここのね、木の下から、白さんがね、もうね、865回中864回はね、チップを決めるんでね、もう小橋はあの木のことを白木屋って呼んでますね。通称、白木屋ショット。白木屋ショット、白木屋チップって呼んでます。はい。よいしょね。さあ、ここから行きましょう。まあ、平らではないんですよね。若干ね。どうかな。最終ホール、ミスって、マイナス7は取れてないんですけど、月火でここは3回チップを取りました。さあ、果たしてどうでしょう。いい感じか。うわー、ちょっとずれてた。うん。
よいしょ。さ、最後ですね。あー、ここなら、ピンの位置によってはね、ね、低反発なしでもね、ね、チップ取ることできるんですけどね。まあ、このピンの位置とは限らないので、低反発を使います。ちなみにこのピンの位置はね、約ですよ。6回、こうやって6回ちょっと、6.3 ぐらい、1から3ぐらい、右にずらすと、低反発なしでも入ります。今回はどうでしょう。ちょっと強かった？いけ。よし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 。はい。もったいないですね。さっきのアルバチャンスが。ちょっとね、クラシックの撮影大変なので、すいません。なんとなく進めていくのは、これだけにしようかなと思いますね。うん。動画残ってるかな。あ、これだ、これだ。これがね、まあ、たまたま、ランクマ中にね、撮ったホールインワンなんですけど、これですね、先ほどのピンの位置ですね。まあ、ビギナーのね、通常のピンなんですけど、こちらは、本当、まあ、たまたま今週はね、これ、ランク外適当に右側にね、6回タップした感じなんですけどね。まあ、こういう感じで。まあ、低反発なしでも、ホールインワン取ることができるんでね。まあ、ぜひぜひっていう感じですね。はい。優勝。では、先週のランキング行きましょう。お、ワイハウツさんとレモンさんマイナス26。雨の東京でしたね。すごいな、マイナス26って、マイナス9を2回取ったのか。すごいな。ホール、ミドルでホールインワン、ロングでコンドル、ショートでホールインワン。ん？だよね。すご。を2回。すごいですね。で、それを1回決めたのがムクさん、ジークータミックさん、ヨハネス・ブラームスさんですね。素晴らしいですね。さあ、24アンダーですね。マナミンさん、コーバさん、お、パスタ屋さんに行ってる。シノンさん、ダイオさん、マユスさん、ミサイルさん、ナバーロさん、ネコネコさん、レフトさん、山崎智也さん、エグゼさん、タカさん、桜井さん、一番さん、タラタラひなこさん、シロさん、クンクンさん、シナモンさん、シシカバさん、ピーさん、ファミリアさん、ですね。さあ、23アンダー、ダイスさん、イワヒョンさん、モゲリカンエスヘアーさん。やばい、ちょっと元ネタがわかんない。アーチンさん、サトシさん、ミーコさん、ナンナン、ミーコさん前が23アンダーですね。22アンダー、ナンナンジャーさん、KK さん、マッスーさん、TK タカさん、アンドさん、麦酒造さん、クラガさん、ピッコロ大魔王さんですね。21アンダー、メイさん、DJEO さん、ピナコーンさん、マーミさん、
そして777位を狙ったんですけど、最後11時半ぐらいにね、大きくポイントを上げてしまった小橋。そんな777位に、小橋よりも惜しかった西シさん、Z1 さん、花見さん、右京さん、清さん、夏目さん、ビビさん、ミンゴルマンさん、ワッチさん、ショコさん、のりっこさん、コロゾーさん、ポンコツ一番、トホホアジさん、翼さん、一気さん、コウジさん、マタシさん、マックス Q さん、いちごさん、端末限界よく落ちますさん、ジョーカーさん、黒龍さん、コウイチさん、トキワさん、タカシさん、アニーさん、コッコさん、ヒロミさん、クロさん、ハッチさん、ミコチンさん、もぐもぐさん、サンジさん、はるかさん、しまでが3000位ですね。おめでとうございます。今回はゾロ目も、どんだけもいらっしゃいませんでしたね。はい、第2回に目になるんですけど、恒例としていきたい、フェス中の配信は、最後に10連引きますをやります。はい。せーの、ポチッとな。2個分のコインが減りました。果たしてどうでしょう。いけ、いけ。まあ、前回10連でね、ダム2当てたんでね、果たしてっていうところです。けどね、まあそんな2回連続でうまくいくわけがないとは思うんですが、懐かしいものは当たりました。さあもう1個がプラチナであれ、よし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 、それ、うん、まあ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 、はい。んで今回は特別この24時間以内にやっているっていうことで、まあ、当たるわけないと思いますが、とんでもなく最強のキングダムショットギアゼロ、いっちゃいましょう。今回、これは4倍だからめっちゃ減るかな？ 3 つ？あれ？プラチナ来るよねー。よし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 。やめて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 、よしよしよし、やめて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 、ああ、一つ目。さあ二つ目、はい、バスンとだ。うわー、来い。はい、うわー、四つ目だった。それ、ああ、まあもうないかな。まあ来ませんね。はい、というお話でございました。はい、そんな感じで、まあラリー中なのでちょっとね、配信の頻度が減ってしまうかもしれませんが、引き続き頑張っていきましょう。以上、小橋でした。バーイ。